突然だが霊夢、この文字を見てくれ、共通点はわかるか？ひらがなだね。そういうことじゃない。嘘嘘、小さい文字にも慣れる字だよね。そうだ、いわゆる即音便というやつだ。切手とかファームとかだね。そういった単語は山ほどあるわけだ。今って何語ぐらい世に溢れてるんだろうね。そこで本題に入るんだが、辞書でわからない日本語があったら、辞書で意味を調べることがあるだろ？意味が合っているか確認したり、そもそもの言葉の意味を調べるね。その辞書の中に広辞苑という辞書があるのはわかるか？あのクソ分厚いやつね。あれが最近改訂されたんだ。そこで増えた単語や減った単語が出てきたわけだ。スピルバーグとか朝ドラ、コスプレ、ビットコイン、富岡製糸場とか結構、幅広いジャンルの言葉が増えたらしいね。その総数は約25万と言われている。そんなに収録されてたの？しかしそんな膨大な単語数をもってしても、小さい和を使った単語は一つしかないんだ。え、一つしかないの？それを霊夢に当ててもらいたいんだ。よし当ててやるぜ。制限時間は5秒、みんなも考えてくれよな。全然わからないんだけど本当にある？では特大ヒントだ。その単語はフルーツだ。フルーツとはだいぶ絞れてくるね。リンゴ、桃、ブドウ、もっと南だ。オリーブ、みかん、もっと南。パイナップル、シーク。わかったー。では霊夢選手、答えをどうぞ。シークワーサーだね。正解、シークワーサーだ。そして当然こんな疑問が出てくる。小さい和はこの単語のためだけに、存在しているのかということだ。一単語ってことはそうなるよね。その解説を今から始めよう。お願いします。時は1946年まで遡る。この時までか、がという単語には、地域、地方により二通りの読み書きがあった。例えば会議という単語には、会議と区会議という読み方があったんだ。なんかわかりにくくない？いや、昔の人にはこれが普通のことだったんだ。そして1946年、この年に、現代仮名遣いという国語施策が発表されたんだ。いわゆる書き方の標準語を決めた、って認識で OK？ そう、そしてその施策の項目第2の箇所に、くわ、ぐわわ、か、がと書く、といった項目があったわけだ。でもその理論だとシークワーサーは、シーカーサーじゃないとダメじゃん。良い着眼点だ。事実今回の改定の前の広辞苑には、シークワーサーではなく、シーカーシャーとして登録されていたんだ。なんか語尾もシャーになってんじゃん。だがここで一つ問題があったんだ。シークワーサーはあまりにもみんなの間に、根付いてしまっていたんだ。まあシーカーシャーっていう人は見たことないからね。なので今回の改定でシーカーシャーはシークワーサーとして、登録し直されたんだ。シークワーサーにも歴史があったんだな。もしかしたら次の改定でシークワーサーのように違う単語で、登録される単語も出てくるかもな。なんか広辞苑に興味が出てきたよ。今回はここまで。この雑学が地味にためになった方は、高評価チャンネル登録を、お願いいたします。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。